今回紹介するのは、アメリカ側から見た東京裁判士官の虚毛という本です。著者の江口氏は1991年、米政府主催のパールハーバー50周年記念式典に参加した際、高校の歴史教師だというアメリカ人から、あのパールハーバーはルーズベルト大統領が仕掛けたことで、 自分たちは恥ずかしいと思っている今日は戦争を仕掛けたことについて歴史的に事実を明らかにして日本に謝るチャンスなのにブッシュ大統領父は戦意公用のために使っていると申し訳なさそうに言われたという当時民主党政権でなく共和党政権だったら日米戦争は起こらなかったとかアメリカは 国家の安全保障のために歴史の事実を隠蔽する国だなど日本にとって腹立たしいことばかりであるがそれでも保守派のアメリカ人の多くはルーズベルトを嫌っており日本だけが悪かったとする東京裁判士官に大きな違和感を持っているということに救いを感じた星6つ以上の値打ちがあった以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。